50分相当のウォーキングを2分で同じ効果が得られます。そこに加えて今回はデッドリフトを行いますんで、体の弱い背面、お尻、背中、もも裏、この3つを重点的に鍛えることができます。体の後ろを鍛えることっていうのは前側を使うより5倍痩せるって言われてます。今回めちゃくちゃ痩せる効果があります。過去にもこんなにたくさんの方が効果を出してます。一緒に頑張ってみてください。まずはウォーミングアップとしてもも裏、お尻、背中を伸ばしていきましょう。スマホ持ったまま前屈になって、足は肩幅です。このまま両膝曲げて交互に膝を伸ばしましょう。スタート。デッドリフトの時はもも裏使いますんで、まず柔らかくしてからこうやっていきましょう。力を抜いて交互に膝を曲げ伸ばしです。今回のメニューめちゃくちゃおすすめなんで頑張っていきましょう。はい、 OK です。それでは初級編からやっていきます。気をつけした状態で後ろに足を伸ばしましょう。上半身をまっすぐ起こしておきましょう。これで曲げる、伸ばすっていう感じでゆっくり5回いきましょう。1セット目、スタート。1、2、3、バランス取りながら4、5、反対もいきましょう。1、2、3、前かがみにならないように、4、5、2セット目、1、2、3、4、5、反対、1、2、3、4、5、ラスト、1、2、3、4、5、よっしゃラスト、1、2、3、4、5、よし、オッケー。初級編終わりです。バランス取れましたか？皆さんどうでしたか？コメントで教えてください。次は中級編です。足を後ろに伸ばしたまま少しだけ前傾になったら戻ります。できれば足をずっと浮かしたまま5回いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、OK、反対、バランス取って、1、2、3、4、5、2セット目、1、2、3、4、5、よし反対、1、2、3、4、5、よしラスト、1、2、3、4、5、よしラスト、1、2、3、4、5、よし、 OK。 どうでしたか？中級編できた人コメントください。最後上級編です。今度は足を伸ばしたら T の字を作る感じで戻ります。かなりバランスがいります。
しっかり体を水平にしてください。5回いきましょう。ゆっくりでいいですよ。1、水平まで。2、5、 OK。 結構きついですよね。反対も頑張っていきましょう。うわ、バランス。1、2、うわ、バランス。3、終わりですよ。頑張っていきましょう。バランス取れなかったらね、こけないように足ついてください。いきましょう。2回目。1、2、3、4、5、 OK。 効いてきている。よっしゃ、ちょっと頑張って。1、2、3、4、OK。 あ、もも、ケツ、腰、全部効いてきてるね。あと1回で終わり。ラストいきましょう。スタート。1、2、3、1、集中、集中、2、3、4、5。うわー、いってー、ちょっと聞いてー、聞いた。頑張ってやったよって方、コメントで初級1、中級2、上級3、レベルを教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで、1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。